JR 貨物 M250 系電車 M250 系電車 M250 系電車は2002年に登場した日本貨物鉄道 JR 貨物の貨物電車であるモーダルシフトの推進を目的として製造された車両で JR 貨物としては初となる動力分散方式の車両となりスーパーレールカーゴという愛称が設定されている 2004年にはエコプロダクツ対象推進協議会よりエコプロダクツ対象エコサービス部門国土交通大臣賞を2005年には鉄道ともの会より貨物専用形式としては初となるブルーリボン賞を受賞た。東海道本線では東京と大阪を結ぶ貨物輸送が行われているが2004年度の実績では約280万トンとなっており これは JR 貨物の年間総輸送量の13%に相当するものであった。しかし、奇襲県の鉄道駅と発着地の間においてはトラック輸送となるため、速達性が要求される中距離の小口貨物輸送分野については鉄道を選択しづらい状況にあった。一方、JR 貨物ではトラック輸送をトラック以外の輸送手段に転換する。 モーダルシフトの受け皿とするための取り組みを行っており、1999年からは小口貨物輸送に特化した輸送について検討をしした。それ以前にも機関車牽引の貨物列車が最速6時間40分で東京と大阪の間を結んでいたが、宅配貨物運送事業者の要望には答えきれていなかった。そこで東京と大阪の間の所要時間を 約6時間に短縮することを目標とした。この対応策を検討した結果、電車型貨物列車による高速鉄道輸送を行う方針が打ち出された。動力分散方式とすることにより、加減速性能の向上と軸重の軽減を図り、積み替え時間の短縮のために、貨物の積載はコンテナによるものとした上で、すでに旅客用電車で、 採用実績のあるものを可能な限り採用することで安全性と信頼性を確保するという方針が打ち出された。この方針に従い開発、設計されたのが本系列である。本節では登場当時の仕様を記述する M250 系は16両編成で系列中に4形式が存在する。系列名の M は動力分散方式の頭文字。 2は、誘導電動機駆動方式で、直流区間用、50は、最高速度時速 110km 超の車両である、ことを示している。形式に付けられる車種、電動車、付随車などを示す略号は、国鉄時代から現在までの電車で用いられる、モハ、左ハなどで湧く、A 字の MT を用いたものとなっている。編成については、端末の編成表を参照のこと。 宅配貨物の特性として、容積に対して質量が小さいという点が挙げられる。積載するコンテナの内容積を可能な限り、拡大するため、コンテナ自体の天地寸法を高くすることが要求された。これを実現するには、コンテナを積載する大枠高さは、レール面から1000ミリメートルに抑える必要があった。その一方で、走行関係機器においては、 採用実績がある機器を使用する以上、手電動機や歯車装置の構成上からは、大枠上面を、ある程度の高さに保つ必要があった。このため、電動車では、両端部の大枠高さを、レール面から 1,103mm とし、車体中央部を落とし込む構造とすることで対応。コンテナ積載部分の大枠高さを、レール面から 1,0mm とした。付随車については、 大枠構成の工夫などを行い、車体全長にわたって床面高さをレール面から1000ミリメートルとした。車単圧縮荷重は100トンに耐えられる構造としている。電動車の車体は両端部の台車上に乗務員室と機器室を配置した。先頭形状は運転台を高床式とした上、視界の確保を図るために全面窓の開口部を可能な限り大きくした。 乗務員室には乗務員扉を左右両側に設け、機器室には左右に乗降用扉を設けた上で、電動車の連結面間には貫通路を設けた。また、機器室からコンテナ積載への中央部にも出入り口を設けた。M251 系の付随車連結面側の貫通扉は必要性が低いことから設けていない。付随車のうち T260 系の後くらい、 側車端部には昇降用のステップと手すりを設けた。MC250 の連結機には、開放テコにカバーが取り付けられているが、第一編成の未連結機開放テコのカバーが設けられていない、当該環状の際が見られる。車体の塗装デザインは、電動車では青色2色の濃淡をベースとして、スピード感を強調するデザインとした上で、スーパーレールカーゴという愛称をデザインしたロゴを配した。 また、電動車、付随車ともに、台枠部分は、灰色とした。中間電動車の側面と付随車の台枠部分には、JRF マークを配した。また、全車両に号車番号札を設けたほか、加藤民菊という所属表記を配した。運転台は、車体の節で記述した通り、前方視認性の向上を目的とした、高床式構造である。 JR 貨物の車両では初めて主管制御機にブレーキ設定機を一体化した左手操作式ワンハンドルマスコンが採用れた。速度計など運転に必要な軽機類を全面軽基板に各種スイッチ類は運転席右側に配置した。また M250K では車両の状況や機器の動作状態などをモニタリングするためモニタ装置を搭載した。 モニタ中央装置は MC250 型に搭載され、M251 型と T260 型に搭載したモニタ端末装置を車間伝送で結合し、各端末装置と機器との間を装置間伝送で結合することで情報を取得する仕様とした。取得された情報は運転台に設置したモニタ表示機に表示される。また、 故障が発生した際には故障の内容と応急処置のガイダンスをモニタ表示機に表示した上で各機器の動作状態を記録する。記録した情報は IC カードを経由して外部のパソコンに取り込み解析が行われる。なお T261 型にはモニタ端末装置は設置せず T260 型に設置した端末装置が T261 系の機器についてもモニタリングを行う。車両の最高速度は時速 130km、曲線通過速度は本速、基本となる速度制限時速 20km と設定した。また、上り中にパーミル勾配における均衡速度を時速 90km 確保すると同時に、地上側設備との協調を図った結果、 編成全体での出力を 3520kW に設定した。主電動機については、1時間定格出力 220kW の FMT130 系カゴ形参照、誘導電動機を採用し、各電動車の各軸に1機ずつ送加した。強制風冷式であるが、第一編成では自然風冷式も併用し、試験運転で問題ないことを確認している。 制御装置は、インバータ装置1台で、主電動機1台を制御する個別制御方式を採用した、イベット素子を用いた3、レベル PWM 方式 VVVF インバータ、制御である。インバータ装置と、主電動機の組み合わせを1群としたものを4群で1組としており、主変換装置はこれを2組として、装置枠を構成した。制御方式は、ベクトル制御を導入し、 これまでの JR 貨物の機関車で採用した空転再燃着制御を最適化した上で取り入れ、空転による牽引力低下を極力抑えることを図った。駆動装置は w n 継次手を用いた忠実軸,軸平行、カルダン方式で波数比は97、16イコール6.06と設定した。制動装置、ブレーキは旅客用電車で実績のある、 電気指令式ブレーキで基礎制動装置は電動車がユニットブレーキを使用したシングル式、片押し式で、付随車はディスクブレーキとユニットブレーキとの併用としている。また、全軸に対して滑走防止弁装置を設置し、滑走再粘着制御を行うことでタイヤフラット発生の防止を図っている。さらに、機関車による救援に備えて m c 百五十型には、 連結した機関車から常用ブレーキ、非常ブレーキを動作させることを可能にする救援ブレーキ装置を設置した。台車は軸量式軸箱指示方式空気、バネボルスタレス台車を採用した。電動台車が車輪計 860mm、軸距 2100mm の FD130 系。付随台車は低床化に対応させた車輪計 810mm、 軸距百 2100mm の FT130 系である。台車枠は空気バネ取り付け位置を低くするために弓型台車枠となっており、高速走行に対応するため、溶断波とアンチローリング装置を設けた。また、すべての軸受けには、車軸軸受け温度検知装置が設けられ、モニタ装置によってリアルタイムで確認することとデータ記録を可能としている。軸受け温度が、 一定値以上になった場合には、モニタ表示器に表示した上で記録を残すシステムとしている。終電装置、パンタグラフは、シングルアーム型の FPS130 型を採用、各電動車の屋根上に一台ずつ搭載した。MC250 型では、前くらい側に、M251 型では、後くらい側に搭載することで、終電装置の間隔を確保した。また、 利前対策と上長性の向上のため、同一ユニット内の終電装置は母線で引き通しており、電気的に接続されている。補助電源装置は、出力85区場の静止系インバータを MC250 型に2台搭載した。電動空気や縮気については、毎分 1600ml の容量のスクロール式とし、MC250 型に1台搭載した。連結機は、 戦闘車全部が、波形自動連結機、ユニット間は、半永久連結機、ユニット同士の連結は密着連結機である。戦闘車全部を、波形自動連結機としたのは、機関車による救援を考慮したものである。2002年10月に第一編成が落成、各種性能試験を行い、初期の性能を有することが確認できたことから、2003年までに、 MC250KM251 型が6ユニット12両、T260KT261 型が15ユニット30両の計42両が製造された。この内訳は16両編成2本と予備車十両である。MC250KM251 型は前車が川崎重工業で T260KT261 型は 全車が日本車両製造で製造された。2004年平成16年3月13日のダイヤ改正より東京貨物ターミナル大阪、安治川口間で臨時高速貨物列車9057列車、9056列車として営業運転を開始した。所要時間は東京貨物ターミナル安治川口駅間6時間11から12分である。 2006年現在、この列車の表低速度は、約時速 91km で、東海道本線の内東京と大阪府を走破した、すべての列車の中で、歴代最速取った。2013年、平成22年3月のダイヤ改正までは、下り51列車、上り50列車の定期列車、列車種別は、特化電として設定されていた。運行本数は変わらないが、 2013年3月改正より列車種別は高速化に変更されている。佐川急便による一列車貸切り輸送で運行される。運行時は先頭車の MC250 軽車両にヘッドマークを掲出していたが2010年以降に検査入場して塗装が更新された車両はヘッドマークと取付金具が撤去され車体に直接 佐川マークのシールが重複されている。専用の U54A 型3万番台31フィート、軽量コンテナは佐川急便が所有して図色はギャラクシーカラーである他、見栄え工場を置きとしてカラーリングに合わせて一方向に揃えた満席祭で運行される。車両故障や事故多原因による運行抑止等の運行不能時に備え佐川急便の各拠点から 大行輸送トラックが出動可能な体制が整えられている。編成は両端の電動車ユニット一つずつとこれらの間に連結される付随車ユニットで構成され、プッシュプル方式、通常運行時は付随車ユニットが6組連結されて 4M12T の16両編成となる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。